さん、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。よいしょよいしょ。わあ、すごい、皆さんありがとうございます。あ、ダンさんありがとう。あ、ケイシーさん、なんかかわいい、すごい。なにこれ、すごーい。ありがとうございます。ありがとう。かわちい、かわちい。へえ。あ、そういうことね、したら、うん、トラ、そういうことね。皆さんは今日何をして過ごしますかね。最後の日は何を するんだろう。テレビ見るのかな。どうなんだろう。ありがとうございます。皆さんこんにちは。今年1年お疲れ様でした。ありがとうございます。しみりょうさん、ありがとう。ま、きつねさん、お久しぶりです。ありがとう、来てくれて。あ、すごい、みんなたくさん、こんにちは。マサルとね、マサルとね、コラボっていうか、この間さ、マサちゃんのさ、あれに出させていただいて、出させていただいてとかって、そう、一緒にマサの横でおしゃべりしてたんですけど、ね、やりたいな、マサちゃんと、マサルシ。最近あれだよね、ドレミファソラシにハマってるよね、あの子。ふうこちゃん、ふうこちゃん、今年もお疲れ様、ありがとう。そうなのよ、安定のフリフリ。でもね、今日はあんまりね、フリフリというかね、なんか不思議な服着てんだよね。噛んだ。逆流さん、ありがとうございます、来てくれて。今日は白い、気になってたからお話し会申し込みました。ありがとうございます。そう、今日は起きて何してたかな。あんま何もしてなくて、掃除したかったんだけど、ちょっとあんまり元気だったんですけど、元気すごい元気じゃなかったから、ちょっと一旦寝て、そう、今ちょっと掃除をし始めたっていうぐらい。鼻かゆ、マジで鼻かゆ。嬉しい、たくさん、みんな。ね、うさぎね、うさぎだよ、かわいいよね、うさぎちゃんね。すごい、そばだ、そういうことか。ていちゃさん、ありがとうございます。ゆっくり寝て過ごします。いいね、ラーメン食べに行きました。いいな、いいな、ラーメン食べたい。紅白見る、いいね、わかる。いいね、皆さん、いい予定だ。グッズの整理ね、そうだよね、私も部屋にあるの片付けないとな。あ、あきさん、ありがとうございます、ミラーボール。乃木坂見たいな。どういうこと？第一印象が高一って本当？見えるかな？チビだからかな。
前髪ちょっとハゲてる。カウントダウン TV もね、見なきゃ。いいな、みんないろいろ。私見た時マサルヒとコラボでもするのかと思いました。なんかね、なんだろう、マサちゃんとはそう同い年なんだけど、すごいわちゃわちゃ感が好きで、マサちゃんの、そう、でもしっかりしてるマサルが好き。 ANA の TikTok 見て、あ、ありがとうございます。ありがとう。コロナになったかおとなしくしてる。あー、そうなの、お大事に。アスカちゃん、やばいよね、マサちゃん地球爆発はやばいって。あー、中継さんありがとうございます。クマちゃんありがとう。ふうこちゃん、ふうこちゃん、ANA かわいかった。あ、ありがとう。めっちゃ寒くて、そう、 ANA の撮影、風がすごかったのよ。ホテちゃんとエリちゃんとゆきね、17期研究生はの4人で行きました。そう、朝も早くてさ、びっくり。ドレミファソラシドの、おお、すごい。ソララかわいい、ありがとう。ドレミファソラシは普段から言われてるの、時々言われてるかも。感謝の意を込めて動画作りました。あ、見ました。稲松さんありがとうございます。よかった、めっちゃ私の好きな Not Equal Me 様の曲で幸せです。ありがとう、本当に嬉しかった。チェソすぎて辛い。本当？そんなことはないんだが、もうちょっと美しい女性になりたい。なりたい。ね、2022年はあっという間に、あっという間ね、本当に。年下の中学生はやばい。さすがにやばい、それは。久しぶり、ちさちゃん嬉しい。私も会えて嬉しい。ありがとう、いつも。あ、そうだそうだ、 TikTok も見た。ありがとう。今日ね、リップ濃いめに見えるよね。赤だからかな、白いし。でもね、メルちゃん、そう、あの、なんか暗くなっちゃって画面が、だから次青ね、待ってる。その前にあれか、なんだっけ、あれだ、サンリオか。え、一発目がサンリオだっけ。そう、テムシはいました。元気じゃなかったの。なんか言い方悪かったな。元気、うん、すごい元気ってわけではなかったけど、大丈夫。
あ、ニコラスさん、ありがとう。レッスン場のお掃除は大変だった。いや、大変だったんですよ、めっちゃ。なんかもう、蓄積、なんか結構、ね、たまににたまったゴミじゃないけど、ほこりとかが取れなくて、みんなで エンジョイ吹いてたの。頑張った。山崎は親戚が集まったりする系のうちかしら。開けてから年が集まったりはするかな。今年はどん、あ、今年じゃないか。来年か。来年はどうなんだか。あ、ヤッキーさんだ。ありがとう、くまちゃん。ありがとう。そうだな。おいしょおいしょ。あ、皆さんありがとうございます。そして安定に私は遅れておりますね。コメントが。年越しそばはラーメンですかね。私ね、年越しあまりそばを好んで食べるタイプじゃないので、あ、あったらなんかまあ食べるけどみたいな、自ら食べるタイプではないので。そう、あ、でもお昼に、昼と言ってもちょっと寝ちゃったから2、3時になっちゃったけど、ほんのちょっと食べました。 泉は年越しラーメン食べるみたい。いいね、いい、かわちん。私も好きだから。お泉ね、いつも気にしてるから、体型とか。食べていいと思う、久しぶりに。は、すごく元気じゃないから就活できるのに、早3年。私の気持ち分かってくれるの。 ありがとう。 そう、まだ録画してない「カウントダウン TV」。ひとみちゃんが見たい、見たい。乃木坂好きなの。好きですね、乃木坂。乃木坂は齋藤飛鳥ちゃんが好きで、齋藤飛鳥さん、そう、そうで、で、とか、齋藤飛鳥さんと八雲海音さんが好きです。そうなのよ。大河ドラマ、今日めっちゃかもな。どうしてんだろう。大河ドラマはあんま見ないかも。次回の研究所配信はいつかな。いつだっけな。忘れちった。私じゃないんだよね、一発目は。1月8日のウエストレットの番組、ぜひ見てください。ありがとう、見るねって嬉しい。はじめまして、最近一番の推しがいなくなってしまった17期をしてます。ああ、ゆうさんありがとうございます。17期研究生たくさん可愛くいるので、ぜひ。今日ね、本当にね、今日本当に何もしてないので、髪の毛もあちゃこちゃしてるし、安定にリップ塗っただけっていう。もちげさん、ありがとうございます。ありがとう。髪伸びた。伸びた。紅白見る派。ああ、紅白見ますね。好きなのは絶対見る。見逃さない。制服モデルバッチリ高校生でした。ありがとうございます。ね。一応、高3なので、ちょっと 会ってないと困るように、会ってないと。昨日、金曜ロードショーを見て、見てない。
昨日ね、私何してたんだろう。昨日は本当にやばい。レッスン、昨日は大掃除をして、その後にレッスン振り入れして、その後に家に帰ってきて、そっからまた睡眠学習したんだ。そう、睡眠して、気づいたらなんか寝てたらしくて。で、そっから、ドボンしたり、のばめ送ったりしてた。来一日終わってた。そうだ、昨日、あ、違う、嘘、それも合ってるんだけど、で、それで終わって、あれ？見た、映画。呪術廻戦。今もさっきも見ながら掃除してたんだけど、何回見るんだよって話。そう。お、ルミちゃん。ありがとソララチュロス。見た。ありがとうございます。さすが現役って感じで。ありがとうございます。嬉しい。なんだっけ？ジャケット？ブレザー？すごい、なかなかない色で可愛かったんですよね。可愛かった。今日もポテト食べたい。食べてください。私はもう、さすがに、一昨日も昨日も食べちゃったので、そう。マックに行き過ぎなんだよな。 目を合わせるの苦手？誰と？人と？人と？どうだろう。別に苦手じゃないかな。もし髪の毛が。あ、髪の毛。ショールームのことかな。違うかな。ショールームだったらあれかも。ひたすら私は、コメント見ちゃってるから。ちょっと待って、私相当遅れてる今日、タイムライン。タイムラインじゃなくなってるね。あれれ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 、放送されたんだっけ、なんか ANA のやつは放送されたというか、なんかちょっとだけ放送されてた、一部公開みたいな感じで。そう、初めましてだ。嬉しい。すごい。ね、高校卒業するのね、寂しい。私もとか言って、私はあれなんだけど、でもまだ一応3学期があるから、私の中ではもうまだ行くつもり、学校に。 少ないけどね、行くのは。すごい、めっちゃ褒めてくれる、世界で一番可愛い女の子だって。やったね。ありがとう。アニメのワンピースが好き。あんま見ないかもしれない。そしたらに出会えてよかった。ありがとう、メルちゃん。私も 嬉しい。ね、半年でいろいろなことが本当にあった。ねえ、だって今考えると、応募したのがいつだっけな。 オーディションだって 1月とか3、あ、違う、2月3月ぐらいだっけね。もうすぐ1年だ。
敵な、嬉しい、私にとって楽しい一年だって嬉しいです嬉しい、そう言ってくれて今日、寝るやばい、頭回ってない今日寝る食べた。でも横にあるんだよね。だから水持ってきてくれてないお母さんも食べたいんだけど、今日はね、ぶどう味です。死ななき第一印象でホテちゃんが最年少に見えた。それはそうだな。ホテちゃんは最初見た時から絶対に中学生だと思っていたので、私もそう。あーすごい、あー大好きだって嬉しい、沙織ちゃん。うん、うさ耳持ってる。持ってないかも。持ってないな多分。私はサラちゃんに出会えて嬉しかったな。嬉しい、ふうこちゃん。足りる？さすがにそんなにね、いらないよね。これ足りるでしょ。嘘でしょ。大きいよ。ん？多すぎ？うん。捨てる？捨てない。まあいいか。美味しい水だから。美味しい水だから面白い。最近から毎朝ツイッターでソララを拡散してますが、皆さん喜んで見てます。あー嬉しい方です、ありがとうございます。やった、つい最近知ったんだけどズッキーが TikTok 始めたんだね。そうなんですよ、そうなんですよとか言って、ズッキーさんの、私も TikTok 見てます見てます。ダンス系とかもあってめちゃめちゃ可愛かった。キャロさん、サララガチで可愛い、ありがとうございます、嬉しい、やった。車の免許ね、取りたいんだけど取ってる暇がないと思うから、そう、取りたいなそう、今日はね、ちゃんとね、薬を飲んだので、お昼に。風邪ひくと厄介ですよね。ちょっと待って、本当にさ、私さ、今日さ、遅れてるのかな？飛ばすの嫌だな、あんまり。ソララちゃんって呼んでいいですか？なんでも大丈夫です。ああ、おお、ダオスさん、クマちゃんありがとうございます、ありがとう。劇場のロッカー空いてるらしいから使ってもいいみたいだよ。わあ、ね、なんか、いや、あ、市川さんが言ってたっていうのをゆきたんから聞いた。でもね、よいしょよいしょ。でもなんか17期研究生は1個、なんか1つだけ17期研究生っていうなんかロッカー1個もらってる気がする。ティアラさんかな、なんか。誰、ソララがお掃除の時にスキップをしていたという話を聞いたんだけど、誰、そんな話をしているのは。そんな、私そんなことしてた？記憶の彼方なんだか、途中眠すぎても記憶の彼方なんだけど
コメント大丈夫？おもろ。コメントやばい。コメント大丈夫は普通に面白い。ダメだよね。ちょっと待ってね。私はそばよりうどん派。一緒だね。ちょっと待ってね。これ飛ばしていい？飛ばしちゃダメだよね。飛ばしたくないんだよね。一応見たいから。明日俺の誕生日27になります。そうなんだ。すごい。おめでとうございます。早いけど。ああ、ウルクルクセンブルクさん、ありがとう、くまちゃん。ありがとう。まあ、A が B が。あ、うみちゃん、ありがとう。無事買いました。嬉しい。ちょっと待ってね。レジになった瞬間、ジャンプしたことありますか？あ、ありますね。テムちゃん抱えてジャンプしました。マジ迷惑な人。そう、おてんを抱っこして。てちゃんは帰ってスタバ飲んだらしい。あ、ほんといいね。まいちゃん、ありがとう。来てくれて。ちま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 っちゃおう。頑張るね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと結構、昨日、福岡、いたの？いない。どういうこと？昨日はいない。私、帰ってないんだよね。帰らなそう。年。ちょっと待って。ちょっと待ってね。相当遅れてるぞ。いや、遅れてるな。これ飛ばしていい？飛ばしていい？飛ばしたくない。5期生で押し入れ。5期生ね。5期生何人かいるんだよな。結構みくちゃんのお顔が好き。他にもたくさんいるけど、そうなのよ、今日愛ちゃん出てるのよ。頑張ってね。一回飛ばすね。え、やばい、相当溜まってる。いやー、ごめん、みんなごめん。飛ばしちゃった。飛ばしちゃって、結構相当飛ばしちゃった。びっくりしちゃった。ごめんね、みんな。ちょっと飛ばしてしまいました。あ、ちょっとまた絡んでるの。かわいい、メルちゃん、マイちゃん。なんかね、あれかな、止めない方がいいのかな、ワンちゃん。こっちで見るとか。自分の、どういうこと？自分の推し以外は、人は苦手？うわっ！びっくりした。早送りしちゃったよ。もう見れる。大丈夫。オッケー。ちょっと待ってね。そう、止めちゃうとね、全体的に見れるんだけど、一人一人、ありがたいことにコメントがこう流れていってしまうとですね。あ、ちょっと待ってね。よいしょ。お、できた。いや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 、こぼしてはない。
ううん、おか今のお母さんじゃないおばあちゃん。今のはおばあちゃん。すごい、みんな友達だ嬉しい。今年会えなかったけど来年会いに行くね。ありがとう。ありゃりゃ、わっ初めてのお話し会は何したらいいですか？お話し会はね、え、別に私本当に何でもいいんだよね。本当に何でもあり、伝えたいことを普通に伝えていただいてもいいし、別に私からも話しかけちゃうし、あ、普通にねるねるねるねを作り始めてるだけね。よいしょよいしょ。6時半か、6時半だった。汗汗。だったらコメント飛ばさなくてもよかったかもしれない。ゆっくり読みたかった。戻るか、戻ろ、戻っちゃおう。撮影会で衝撃の可愛さだった。 ありがとうございます、嬉しい。そう、やりたいことが来年もたくさんありましてですね。そう、いや、なんかいろいろね言われてたりしたんだけど、これやってとかあれやってとかいろいろ言ってくれてて、みんながお話し会、そう、お話し会とかで、あの、なんだろう、女の子で多いのはなんか使ってる化粧品とか涙袋とか教えてみたいな、本当あの何でも気になったことがあれば質問でもいいですし、普通にでもサラちゃんのこういうところが好きでとか言ってくれる人もいるし、普通に全体的にね一緒に、そう、この間はね、一緒にね、1年をみんな、1年というか半年、半年でもないか、この入ってから何があったねとかを一緒に振り返ったりした。あとはこの時期に多いのは受験だから応援してくださいとかかな。いやー、そんな感じかな。さあ、どこまで戻ったかな。結構あのね、今諦めてね止まってないの。2つこの配信してるスマホともう一個の借りてるスマホで見てるんだけど、今ね配信してる方のねコメントはもう流れるようにした受験とかとっくに過ぎちゃった。そうね、でも一緒に振り返れたからよかったかな。たくさん褒めてくれる、みんな嬉しい、ありがとう。受験です。あー、来てくださいあれ来てくれてありがとうございます今日の髪具合天才だ。どうしたんだろう。
なっちゃんだ、なっちゃんくまちゃん、私の最近の流行り。現在と過去のコメント同時進行、それなんかね、疲れているというより絶対風邪ひいたい、これ絶対そうだって、本当にそう。よいしょ、そんな気がする。買うかしら。ソララの近くもハーゲンダッツ売り切れ、どういうこと？え？ケビンビンさんだ。どういうこと？売り切れなの？近く。あれかな。あれ何？年越しにハーゲンダッツみたいなのあるの？ないよね。酸っぱい。ねえ、しないでね、ありがとう。でも大丈夫なの、大して。ねるねるねるねで風邪ひいたの。いや違う、絶対違う違う。GI の制服着てくれてありがとうございます。あん、嬉しい。ゆいさんめちゃめちゃ可愛いですよね、制服が。あの色が可愛すぎて。ひたすら寝てみたら治るかも。ひたすら寝るか。年越してからもうずっと寝るの？悲しい。ね、相当ね、結構この何日間頑張ったからちょっと寝ようかな。リンガチャ楽しみ、ありがとう。待ってて、私がね書くから。年賀状、そう今悩んでるんだよね、年賀状どういう感じにしようかな。ちさちゃんとただ声も見に行くね。まなみちゃんだ。まなみちゃん嬉しい、嬉しい、とても嬉しい。ちゃんとウサギに人参がついてるのがとても嬉しい。
しかコッコとねるねるねるねコラボ配信。おお、コッコちゃん。そう、コッコちゃんとは最近とても、いや、いつも なんか仲良しなんだけど、なんだろう、コッコちゃんがこの間ねたくさんお話ししてくれたんですよね。可愛かった。なんかね、一緒に焼肉食べたんだけど、可愛かったな。タンが好きらしい。一緒。うん、うん。あの卵スープを横で飲んでて、あまりの可愛さに私も頼んじゃった。超可愛いの。お話ししてくれるの可愛すぎ。あとはコッコちゃんがじゃがりこも好きなんですけど、コッコちゃんはじゃがりこをあげたりして、もっともっとたくさんお話ししたいですね。仕事始めはいつから、いつだろう。ねる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 ねはぶどう味。早いな、まだ開けてないんだがな。ちょっとで開けるけど。そうなの、頑張ってたんだよね。一応そう、結構自分の中では頑張ってた。たくさんね、2時過ぎとかまで動画を見てダンスを覚えたんですよ。頑張った。あ、いいや、こっちにしよう。こっちね、見よ。な、みゆきあきたさん、おそばだ、ありがとう。今日劇場レアな曲多い。お、本当なん、本当ですか。俺は良きだ。チーム宝石さん、女性ファンです、ありがとう。知ってるよ。福井県の、そう、福井県の学校なんですね。あれ、また私ちょっと遅れ始めている。飛ばしてしまった。韓流イベントはご気味に合いそうですか。それがさ、会えるのか分かんなくて。え、私普通にさ、いやダメだな、絶対ダメなんだけどさ、お買い物したいよね。普通に行きたい。うん、なんかカチューシャとか、あといろいろ買いたい。これはもう普通に言ってくださいって感じなんだけど、ね、あ、嬉しい。コッコちゃんはね、可愛いからね。たくさんお肉を焼いて食べさせてあげた。可愛かった。
なんかすごい花火だ。ありがとう。お、いいぞいいぞ、戻ってきてるよコメント。絶対無理だよ絶対無理だよ。無理だな絶対に。これはもう、どうしよう。やっぱりココちゃんと行くべき。ココちゃん連れて行きたいな。ココちゃんも好きだから。72時間前誕生日でした。おめでとうございます。ちょっと遅れちゃった。ソララのアクスタランダムだから。そうなんですよ、アクスタがランダムだからね、大変だよね。私も欲しい。ソララが焼き担当なの。いや担当とかなくて、普通にみんなで焼いてたけどって感じ。ソララのアクスタ出るように巻き、まあ、ここ噛んでるよ。どうしたの。アクスタ出るように魔法かけてほしい。魔法魔法出ますように出ますようにね。ね、本当にあの中から、あの結構ね、3分の1とかじゃないもんね確率。全然もう、大変だと思う。ねるちゃんもぜひ出してください。連れてって。マサちゃんから認知もらうには、マサちゃんから認知もらうにはマサちゃんから、わかんない。今日の夕食はねるねるねるね。違うな、これはね、おやつ、おやつですね完全に。ランダムね。そうなのよ、ひたすらにタンを食べましたね私は。焼肉は、私は牛角が好きなんですけどそう、タン、あの食べ放題にしてタンをめっちゃ食べる。そう、タンを食べる。あとはね、チョレギサラダも好き。どうしました。トッピングが無事落下。
今日そんな喋ってないからだと思う。そう、今日はなかなかあんまり喋っていないですね、人と。今日やばい。そう、人と話してないから、外に出てないので。そして寝ていたから。おせちでは何が好きですか？数の子が好きですね。おやつ、そらちゃんから日村には、あすかちゃんは知っている。でも結構コメントしてくださる方はわかるかも。そう、牛角美味しいよね。わかる。牛角しか食べないかも。二つバターは普通に焼き芋、なんかスティック状のなんか焼き芋にパターンみたいな感じで、で温めるんですよ。ココちゃんも一緒に食べてた。かわいい、超かわいい。ダメだね。メールの返信のタグって何ですか？メールの返信のタグは空からのお手紙です。ぜひぜひ見ます、絶対に。ぜひ。空ら優しいけど危ない、どういうことだろう。2022年最後のアイスはの味。2022年、今日は食べてないんですけど、昨日食べたのが2つで、パルムと、あとなんだろうな、セブンとかやってんのかな、マカロンのアイスがあって、それを食べました。家族と話してるね。話してる。トラちゃん、兄弟はお兄ちゃんがいます。なんか寝不足というか、なんか普通にそのなんだろう、 2,3 時とかまで起きてるのを続けていきなりバンって寝ちゃうと、それもそれで疲れちゃうよね。わかるかな。私は初詣に備えて今から寝ます。もう本当、おやすみ。そうだね、それは大事だ。絶対に眠くなっちゃう。あ、栗きんとんも好き。面白い。めっちゃまさちゃんに認知してもらいたいやん。そう、アルミホイルで焼くやつ、それでございます。ココちゃんと仲良くなるには、まず話しかけることが大事。で、そう、あとは結構ココちゃんは笑ってくれるので、私が結構すごいノリでいつも喋ってるので、それがいいらしい。あとは、でも意外とココちゃんとは
好きなものが一緒だったりするので仲良くなれる。髪きれい。うん、嬉しい。ありがとうございます。しゃぶしゃぶね、そう、しゃぶしゃぶも考えてたの。しゃぶしゃぶもありだねって。そう、しゃぶしゃぶも行きたいな。しゃぶしゃぶはしゃぶよしか行ったことないかも。みんなは何を食べますか？パルも美味しいよね。ね、美味しい。まあ安定に食事の話しかしてないな。ソラルにブラックモンブラン食べてもらいたい。ブラックモンブラン食べたことあるよ。ブラックモンブランでしょ。え、ブラックモンブランだよね。うん、食べたことある。あるある。うん、明日ソラからの動画見てサークル機能使ってても届く。サークル機能ってなんだろう。やばい、知らないのがバレてる。なにそれ。昨日ピノ食べた？いいな。誰か教えて。そうね、寝れるときにしっかり寝た方がいいよ。ありがとう。寝てる。あー、そうだ、それそれそれ。普通のもあるけど、これ。あ、それだよね。開ける？食べてみよう。失礼。顔はやばい。何しろ顔は顔にしてるみたいに嫌なんだ。あら、結構じゃん、ちっちゃいバージョン。何でも持ってるでしょ。アサル、私はくびれがある自慢ですって配信で言ってた。ね、本当にやばいのね、聞いてほしいんですよ。ね、まさちゃん本当にマジで、もうなんかいつ見ても着替えがあるとき、なんか着替えがあって、まあ、着替えがあるときか、だいたい着替えがあるとき、公演だったり、あとは他のなんかお仕事とかで衣装を着替えるときとか。だいたい鏡があったら自分のくびれを見る。それか鏡がなかったら、あとマネージャーさんとかスタッフさん、あのあれですよ、女性の方があのいつも衣装とかをこう用意してくださったり、そう結んでくれたりするんですけど、チャックとかを閉めたりしてくれるんですけど、その時にやめてくださいこのくびれみたいな。やばい、本当に本当に毎日言ってて、うん、やばい、そろそろさすがに。ナオコッコは私にとっての赤ちゃんですね。妹、あれは私の妹。エリちゃんはどちらかというと、あの年下組の中でもお姉さん枠というか、
かりしてるというか、かわいい赤ちゃんには変わりないんですけど、愛ちゃんのショールームプロフィール、北海道出身になってるよ。あ、なんか言ってたな、この間。そう、温野菜か、温野菜、そう、しゃぶしゃぶのさ、なんかあって行こうかなと思った。おいしい。ブラックモンブラン、おいしいよ。なかなか東京だと見ないのね。福岡帰ったらあるな、多分。面白いね、まさちゃん。本当に公演ごとに言ってる気がする、着替える前に。今日も自分のくびれに見とれちゃってさーとか言ってて、まさちゃん面白い。ねえ、きさんとか。そうなのよ。ねえ、こういう。ソラにとってのお姉さんは、私にとってのお姉さんか。年上な3人はまあそうなんだけど、同い年って言ったら、まさちゃんも結構すごい、お姉さんだなとは思うかな。結構まさちゃんにはそう、 ああいう性格だから、ああいう性格っていうのはあれだけど、ああいうわちゃわちゃした性格だからなのかもしれないけど、すごい私は結構緊張しいとかだからかな、本番前とかすごい助けられてるし、あとはなんだろうな、ダンスとかも教えてくれるし、まさるちゃんは同い年。愛ちゃん、まあみんななんかところどころ支え合ってって感じなのかな。うん、年下の中でもこう結構、のんちゃんもそうだけど、年下だけどもってところあるし、教えてくれたりいろいろね。いや、いいよ、とても素敵だと思う。ほんと、誰目線かわかんないけど、ゆきねえも安心感あるしね、ああいう性格だけど面白い。ほんとにね、ゆきねえはね、一言で言うとやばい。普通にこの間もなんかね、みんなで帰ってた時、帰ってたというか、そうエレベーター乗ってた時に、
莫大な声、なんかそんな声どっから出たみたいな、もうお腹からこう声を出してた、叫び声というか、なんていうか、うん、そう、まさちゃんまだ17歳なんだよね。まさちゃん31だから、誕生日。ねえ、本当にね、ゆきねえはね、本当にあんな美しい顔してやばいので、ゆきたんはゆきたんで面白いですよ。うん、安定に LINE の返しが早すぎて面白い。なんか困ったことがあったらゆきたんですね。そう、あんな顔してね、面白いからっていうところがいいよね。そう、シュララはうちうちかわいい、ありがとう。ホテちゃんね、そう、ホテちゃんはとにかくなんかさ、また顔ピンクじゃない？暖房消そう。なんかホテちゃんはとにかく私すごい好きなんですよ、あの顔がお顔がすごい好きで、ホテちゃんはなんだろう、お目目がすごく大きくて丸キュルキュルで、二重幅がすごいこう広めで、涙袋もあって、まつ前にもまつげも綺麗に上がってて、本当にお顔が可愛い、うん、あの子、私がすごい好きなお顔なんですよ。可愛い系代表の、私の中で、私の個人の意見、これはもうキュルキュルプリティ顔で、ゆきねえがもう美人代表みたいな感じです。ゆきちゃんの顔もすごい好き、可愛い、なんであんなに美人なのみたいな、なんか無駄がない、本当今まで見てきた中で一番こう整いすぎていて、最初は話しにくいかと思ったけど、全然なんか美しすぎて、もうなんかレベルがこう美しすぎて、お話オーディションの時からしてたけど、わみたいな感じだったから、優しくて、しかも優しいし、お姉さんだし可愛いし、でもああいう性格だからとても話しやすいですね。マジか。てちゃんね、私も好きだよ。サラちゃん17期何担当なのかな。そうだな、何担当なんだろう、あんまりわからない私はサラちゃんの、うん、ありがとう、なっちゃん嬉しい、他がタイプでしたって嬉しい、あー、ふうこちゃんも嬉しい、あー、あすかちゃんも皆さんありがとうございます、泣いちゃう。そう、あ、嬉しい、5000人の方が、わあ、すごいたくさんみんな褒めてくれる、ありがとう。
なんかさ、乾燥で口が切れちゃって本当痛いんだよね。口開けるだけで痛いんだけど、薬用リップになってるの。可愛くて頭良くて運動神経、いやそれ絶対違うわ、それ絶対違うわ、それ絶対違う、私じゃない。真逆すぎて、真逆すぎて。表現、ありがとうございます、嬉しい。あー嬉しい、峰松さん。時はさん、あすごい、うち近いだって、ありがとうございます。なあ来たの、来たのね。寝てた、寝てたの、なんかついてないと、なんかついてない、ついてて、ダメ、ついてる、かよかな、ぷいぷい、そうそう、チョコ、うん、あ、キスか、キス、痛い、うん、乾燥してんだよね、すごい痛い、うん、あ、これだ、可愛いでしょ。さっきまで寝てたの、かわちいでしょ。あ、これじゃ、かわちい、うん、かわちい、あっちだよ、てっちゃん、てっちゃん、かわいい、はいしゃー、何してるの、どこに行くの、何してんの、いい香り、かわちい、かわちいでしょって、かわちいね、はー眠い、眠い、こりゃ眠い、てんちゃん、ひょっ、嫌だった。かわいいでしょ、超かわいい、ほらてみちゃん、あー眠い、くちゃい、かわいい、そういい子なの、可愛いってめっちゃ来てる。可愛いでしょ、男の子。あ、ケムの反…ちょっと毛が入って…テムの毛がくしゃみが出ちゃう、かわいいよね、寝起きだったらしい、
いしょ。どうしよう今日。本当にどうしよう。ね、あとちょっとやりたいことたくさんあるんだよな。今日は無理だけど。やり残したことは今年は別にあんまないけど、来年やりたいことはたくさんあるね。どうしようかな。本当にどうしよう。わ、みんなたくさんありがとう。こっちのタイムラインがとても遅れをとっているので戻します。ね、もう6時21分だって。びっくりだ。来年はどうしようかな。何しよう。約束したことは守りたいから、ちょっと涙袋のなんだっけ、書き方というか涙袋爆弾方法を紹介しないと。あり。なっちゃんかわいい。涙袋はメイクで育成させるのですそうなんです、メイクの力はすごいです。私は地上波でそらちゃんが見たい。あー、頑張ります。本当に頑張ります。そうですよ、本当にそれなんですよ。さすがに遅れを取りすぎている私は、これは本当にとても問題ですね。私の問題点だ。どうにか来年は遅れを取らないように頑張ります。そうだな、テレビ出ないとな。そうだね。これはとても深刻問題なので、まあどうにかします。どうしよう。あとちょっとだもんね。ランキングも読まないと。ありがとうございます。どうにか
します。すごい赤い、ダボ消したんだけどな。そう、じゃあ17位からいきましょう。17位、えいちゃさん、ありがとうございます。今年もありがとうございました。16位、ヨンマさん、ありがとうございます。今年もありがとうございました。15位、しょうまさん、ありがとうございます。今年もありがとうございました。14位、ゆしきさん、ありがとうございました。今年もありがとうございました。13位、まほの呼吸さん、ありがとうございます。ありがとうございました。12位、かつんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。今年もありがとう。11位、11位、なおちんさん、ありがとうございます。ありがとう。10位、ワイプさん、ありがとうございました。ありがとうございます。10位、みなまつさん、ありがとうございます。ありがとうございました。9位、ゆきあきたさん、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。8位、のさかさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位、ウルクルクセンブルクさん、ありがとうございます。6位、ヤッキーさん、ありがとうございます。いつもありがとう、皆さん、本当に。5位、ダオスさん、ありがとうございます。ありがとう。4位、ソラロ最高さん、ありがとうございます。見に来てくれてありがとう。3位、アキさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。2位、ギョギリアさん、ありがとうございます。いつもありがとう。1位は、ふうこさんです。ありがとうございます。今日もありがとう、来てくれて。よいしょ。ね、うん、ね、どうしよう。スクショタイム？何がいいですか？嬉しい。あすかちゃん、うさぎ、あ、噛み込むが、取れた？早いかな。2022。22。嬉しい。できる限り見るからね。ありがとうございます。いやー、そうですね。ん？ふうこさん、こう？合ってるかな？どうなんだろう？どうやんだろう？間違ってたらごめん。ああ嬉しい。ハート？虎のポーズってどうやんの？虎のポーズが本当にわからない。間違ってる気がするけど、いいのかしら、いいのかしら。もう30分なんだけど。
くりだ。合ってる？おお、よかった。ね、あっという間だ。終わろうかしら。今年もたくさんたくさんありがとうございました。わー、6000人の方がありがとうございます。来年はもう少し、もう少しというかもっと頑張りますね、そうですね、頑張ります来年ね。ありがとう、たくさん。あ、優しい、みんな。ぜひ来年もお願いします。あー、やった。では皆さん良いお年を。来年もよろしくお願いします頑張ります。あー、今日ふうこちゃんめっちゃありがとう、いつもありがとう、嬉しい。では来年もよろしくお願いします。バイバイ、良いお年を。